それではですね、私これから大阪までツーリングしたいと思います。残りね13時間39分ということで遠すぎですね。あーティーの始まりだ。入りました。よし、ガソリン給油完了。では NSR で今から福岡からね大阪までツーリングしたいと思います。でもね、ちょっと大阪なんかね、コロナが大変そうなんで、もちろんね密を避けて人がいないところに当然行きますので、ご安心ください。ではちょっと暗いんですけどね、大阪の方面まで向かって走ってるのをねご覧ください。こんにちは。今回なんですけど、あそこのガソリンスタンドでも言ったんですが、私猫カス福岡から大阪まで約570キロ自走したいと思います。イエーイ。まあね、俺の手にかかるや600キロぐらい、まあ、近所です。で、今回ですね、こう、まあ見て分かる通り、夜に出発しております。これなんで夜に出発してるかっていうと、夜のメリットがね、いくつかあるんでご紹介したいと思います。まずはですね、まあ暗いんですけど、ただ、交通量がね、圧倒的に少なくなります。後ろには今車いるんですけど、前とか全然いないですよね。こうやってもう、スイスイ大阪までね、行くことができます。そしてね、僕は猫なんで、まあ基本夜行性なんですよね。ただデメリットとしては、やっぱりこのシールドとか真っ暗なんで何も見えないですし、動画撮ってもあんまり伝わんない。伝わらないですね。まあ、ということでね、まあ、大阪までねピャッと行っちゃいますよ。ピャッと、まあ、NSR でね下道だったり高速使っても余裕で行けるっていうのを皆さんに教えたいと思います。では大阪へ向かっていこう。ん、なんか声が聞こえる。今から大阪に行きます。アマフェキューディ。ありがとうございます。頑張ります。バイバーイ。ということで、声援もありながら声援もあったんで頑張っていきたいと思います。えい、ということでね、今から福岡県を脱出するんですが、私今から下道で行くって言ったんですが、文明乗り機使います。早速高速道路に乗るぞ。いやね、なんかね、まあ、下道で行こうと思ったんだけど、ちょっとね、なんか12時間かかるみたいなんで。なので今福岡県からね山口県の県境なんですけど、ちなみに前回ねこんな感じで高速乗ったら、ガソリンスタンドがなくて爆死しました。ガソリン途中でなくなっちゃった、ニャーになった。どうして高速を使うんですけど、僕ね ETC なんていうものはないので一本レーンですね。福岡県を取りに来なった。はいはい。ではここからね長い長い旅が始まります。ただ大阪コロナ怖いんでね、人には絶対会わないようにしようね。500メートルぐらい距離取ろう。今から福岡県を脱出するぞ。逃げるんだよ。何も見えませんが。見えますかこの橋。いや全然見えねえ。合流シティイエーにグラスでやっぱこの橋を渡れば福岡から脱出です。さあまた長い長い旅になりそうですが、頑張っていきましょう。さあ大阪まで走るぞ。はい、じゃあね、はい、ここからずっと4時間ぐらいかな、4時間ぐらいはずっと走りたいと思います。はい、じゃあ一旦ねカットしたいと思います。寒い、とてつもなく寒いです。さっき9時ぐらいだったと思うんですけど、今ですね時刻が2時20分。残り194キロで到着しますね、大阪まで。ちょっとね真っ暗でね、何も見えません。でもね今のところ何時間ぐらいかな、6時間ぐらいかな、6、7時間走行してるんですけど、外気温のスクリーンショットがこちらです。6度。危ねえ、俺さ上のこの今着てるやつ、これマジ着てこんかったら終わっとった。パーカーとジャケットとかで行こうとしよったけんね、いやさすがにヤバかろうと思って着てったけど、このね冬用のこれ着とっても寒い。だから今ねずっとトラックの後ろでこうスリップストリームを感じながら走っております。じゃああとね2時間ぐらいのんびりもうこのトラックの後ろをね、ゆっくりスロットルを開けて行きたいと思います。みんなね4月やけんってなめとったらいかん。外バリ寒い。よいしょ。じゃあまた次のところでお会いしましょ。ゲオにビデオ返しまちょ。その後帰宅しタマゴッチ死んじゃった。はい、ということで、私ですね福
福岡県から大阪近くまで来ました。とりあえずね、大阪府内はですねコロナウイルスがちょっと怖いので大阪の中には入らずに神戸ですね、神戸で泊まりたいと思います。神戸だっけ、姫路だったり神戸っていうところで泊まりました。果たして、え、なんだ、あ、びっくりしたこれ怖いよね。果たして福岡県から神戸までですね、まあ、約大阪までとしましょう。福岡から大阪まで高速、俺ん邪魔せんでこれバイクで福岡から大阪まで来たら一体いくらかかるんでしょうか。ここまで大事に持ってきたこの門司港からの通行証入れます。じゃあいくらでしょうか。7840円。なかなかしますね。逆に考えると7840円で来れちゃうんだっていう高速乗るとき1万円札あったのになくなっちゃったね途中ね、サービスエリアに寄ったときにチャーシュー麺も食べました。こんな感じのチャーシュー麺美味しそうでしょ。はい、ということでね、大阪に無事到着しました。イエーイ。まあ、どうせね暗くてね何も見えないと思うんで、また明日とかにね動画撮ろうかな。走走行距離が多分ですね500キロぐらいかな給油回数が、4回4回給油しました。今回寒くてずっとトラックの後ろついてってたんですけど、トラックの後ろついてったらねリッター24まで上がったリッター16なんで、街乗りリッター16がリッター24まで上がりました。リッター24で来れましたよ。すごすぎですね。ツーストなのにめちゃくちゃ燃費が上がりました。家を出たのがだいたい7時ぐらいだったかな。なんで9時間で来れます大阪まで9時間で来れます。本当はね下道だったらね15時間で来れるっていうね、3回ぐらい下道で大阪まで行ってるんでわかるんですけど、今回は楽したかったんでちょっと高速乗っちゃいました。すいませんでした。では僕のねお家まであと1時間あるんで、お家に帰ったらもう今日は寝て明日に備えたいと思います。いやー、またちょっといろいろツーリングするぞ、楽しみですね。さ、おはようNSR はね無事にちゃんとありましたよかった。バイクカバーとかもなしで普通に止めてたからね、危ねえ危ねえ。ということでね、昨日ね大阪まで福岡から向かったんですけど、ここ大阪じゃないみたいですじゃあここね兵庫県の結構ね真ん中らへんで、まだまだ全然大阪まで遠いってことで、今から大阪まで走りたいと思います。では大阪向かいましょうではですね、引き続き大阪まで向かって走りたいと思います。私ですね、昨日走った総走行距離が570キロでしたね。570キロ走って給油が4回行いました。給油がだいたい1回あたり1000円と換算して、4000円で、高速代金が7840円かかったんで、合計ですね、あ、もう邪魔しないでそうで、合計ね約1万とちょっとで、今日の宿泊費も3000円くらいかかったんで、1万2、3000円くらいでやっぱり行けるっていうような計算でしたね。これをやっぱり考えると、フェリーってねどんだけお得か分かりますねいやフェリーってマジで最強じゃね。フェリーってさ1万円払えば大阪に次の日にはいるんですよ。風呂も入れて飯も食えてシャワーも浴びれて、おもうフェリーしか乗らないフェリー最強すぎだろ。今日はねちょっと曇ってて雨も降りそうなので、急いでね大阪の方に向かいたいと思います。ということでですね、今回の動画、私がですね大阪まで福岡から1日で向かったって話でした。まあね、ほんと高速使えば一瞬で行けちゃうんで余裕ですね。ほんとね、大阪ぐらいだったらね全然余裕で来れるんで熊本県に行くよりも大阪に行く方が近いと思ってますからねまあ僕のツーリングの楽なところっていうと、熊本とかに行く場合って火で帰らないといけないじゃないですか。例えばじゃあ片道300キロツーリングだったら往復で600キロ走らないといけないんですよね。でもこの600キロあれば大阪まで行けちゃうんですよみんなね、ほんと考え方の違いだけでね簡単にロングツーリングできちゃうんで、みんなもロンツーしようね。というところで、ちょっと雨が降ってきたんで今回の動画は一旦終わりにしたいと思います。ではですね、大阪編、そしてねまた自走で大阪どころじゃなくてもうちょっと行こうと思ってるんで、それもお楽しみにしててくださいね。ポイポイ。雨だから結局ボーリングしました。大阪ツーリングはボーリングしに来るだけになっちゃいましたずー。